曲がりの剣にとっちゃ因縁の相手ってとこか。で、うちらの茶飲み相手はどっちかの？どっちってあの目。待って、ジュディス、様子がおかしいです。なぜ攻撃が効かない？エアロを食べてる。でもこれってナン、危ない！ナン、なぜ来た？迷いを持ったままじゃ足手まといだと言ったのか。逃げろ、お前ではどうにもならん。嫌です。私にとってギルドは家族、見捨てるなんてできない。クソが！ナン！貴様ら、落ち着いてグシアス、どうしたというの。あいつ一体どうしちまったんだ。なんか話できる状態じゃないみたいよ。エンテレケイアといえども、無制限にエアルを取り込めるわけではない。その能力を超えたエアルを体内に取り込んだ者は耐えきれず変異を起こす。そしてまさか星はみとなる。なんだと？それじゃこいつは世界を守ろうとしてあんなになっちまってたのか。グシオス、救ってやってくれ。この者がまだグシオスという存在でいる間に。ああ、はい。こうなっちまったか。倒すしか救う道がないなんて。他に方法がないのならやるしかないわ。ああ、奴が星はみになっちまったらそれこそ救われねえだろ。そうですね。ブレードロー！スリドロー！フリーカンサー！エンジンが！エンジンが！カーンサー！フォースフィールド！やがて、ジャークマッサー！これぞオレリュウ。くれよ。ダッシュ！
感化を言えできる精一杯だ。もっと上行けるだろう。また強くなりました。